皆様こんにちは。今回より2017年2月に順次配信が開始された Android Wear の最新バージョン Android Wear 2.0 の新しくなったユーザーインターフェースや操作方法をご紹介させていただきます。まずはじめはアプリドロワーの表示方法と任意のアプリをドロワーの上部に固定する方法です。 Android Wear 2.0 では UI が新しくなり、これまでスワイプ操作で行っていたアプリドロワーの表示方法が電源ボタンを押す方法に変更されました。バージョン 1.6 以下のようにスワイプ操作を行ってしまうとウォッチフェイスが変更されてしまうのでご注意ください。また Android Wear 2.0 ではバージョン 1.6 以下では行うことができなかった任意のアプリを上部に固定することもできるようになっています。任意のアプリを上部に固定する方法は、アプリドロワーを開いて上部に固定するアプリを探し、そのアプリを長押しするだけです。こうすることでアプリがドロワー上部に固定されます。また固定されているアプリには星アイコンがつきます。アプリの固定を解除するには改めてアプリを長押しします。ちなみにドロワーの一番上に表示される星アイコンがつかないアプリは直近まで利用していたアプリです。 Android Wear 2.0 ではこれまでのアップデートの中でも一番大きく UI や操作方法が変更されているので、バージョン 1.6 以下の Android Wear をお持ちの場合は慣れるまでに多少時間がかかるかもしれません。ぜひ参考にしてみてください。以上、 Android Wear 2.0 でアプリドロワーを表示する方法と任意のアプリを上部に固定する方法のご紹介でした。